はい、皆さん、こんにちは。ペソでございます。栄冠は君に、第12回目ですね。続きやっていきたいと思います。で、ですね、まず、守備位置別でですね、もう、カリキュラム組んでいこうと思ってます。で、前回打撃あったのが、ここなんですけど、ちょっとね、一塁手、ファースト、セカンドのね、体力強化を今回は目論みたいと思ってますんで、投手と、よいしょ、キャッチャーで足腰強化。で、ファースト、セカンドは、どうしようかな。打撃練習、もうちょっと打ってほしいんでね。はい、で、筋力強化にしようか。で、外野手で守備。さ、ごめんなさいね、途中でですね、レギュラーに溶かした練習しようかなとかいう話をしてたと思うんですけど、ちょっとね、やってもあんまりっていうのが、最後にちょっと、ラスト1日にね、体力強化で、ちょっとランニング全員でさせてっていうのをやってみようかなとは思ってるんですけど、それかね、大会、確か甲子園もし出れたらですけど、出れた後に、練習期間があったかなっていう記憶があるんですけどね、そこで、ちょっとね、もうちょっと体力強化させてみてもいいかなとは思ってるんですね。で、残り2日、その前にちょっと、情報を見ときましょう。なので、ピッチャーね、とりあえず、制球をもうちょっとしてほしいので、で、外野守備やりましたよね。どんな感じかな？落ちたんかな？あ、ちょっと打力落ちてますね。なので、外野今日ちょっと打撃練習をさせましょで、ピッチャー走らせたので、サードショートをちょっと走らせましょう、もうちょっと。で、キャッチャーとファーストとセカンドは今日、筋トレね。ああ、また 守備しなかったですね。また守備練習忘れてましたね。とりあえずちょっといろいろもう一回確認しましょう。もうでもね、守備は100超えてれば結構御の字かなとは思ってるんですけどね。制球とね、球速さえ上げてくれれば、もうピッチャーはね、坂巻さん、川田さん、後藤さんでほぼ決まりですね。で、レギュラーをちょっと変更したいなとは思ってるんですけど、まず、
内野の、まあ、守備もね、だいぶ吉川さんも守れるようになってきたんで、で、走塁技術がね、ちょっと高い人、コーチャーに、まあ、藤さんとかね、まあ、だいぶ体力ついてきましたね。うん。藤さんがちょっと体力なさすぎなんですよね、これ見てると。なので技術的なもんでもいけそうかな。剣崎さん。ああ、外野が体力ないんか、あんまり。ね、最終日なんでね、外野をちょっと筋トレに当てましょうか。で、ピッチャーも最終調整で投球練習させて、もうランニングいらんかな。とりあえず守備。よいしょ。で、この辺で打たせましょうか。よいしょ。はい、ということでね、ここか。あ、これで動かすのね。はい、猫小町高校は、2回戦からですね、まず専用高校との対戦ですね。1回、2回、3回。1回、2回、3回、4回、6回勝てば、甲子園が見えてくるという感じですね。そうですね、レギュラーちょっと決めるのを忘れてましたけど、まあ一応ちょっと行きましょう。はい。おお、面白い。 時たまね、強いとこ負ける時があるんですよね。まあ、1回戦全部やってる形になるんですけど、お、来たかな？はい、2回戦ですね。ん？ PA、上宮いますね。ああ、蛍光とか、ああ、PL 学院ね。わかりますでしょうか？今、左から4つ目ですね。決勝までは当たらんのか。渋谷とか、あと強いとこどこだ？ああ、懐かしの広告がありますね。ちょっと国っていう字がね、旧字体ですけどね。
近大附属いますね。おお、大阪桐蔭山。三島も結構強かったですけどね、昔は。関大一大。専用。まあ、専用、今回、うちとですよね。ん？あ、北陽高校とかもありますね。左から8つ目。大阪学園とかね。大正大附属とか。はい、ではね、ちょっと行きましょう。強かったですね、今。はい、来ました。で、レギュラーですね。ちょっと、君太くん、残念ですけどね。これでいきましょう。で、相変わらずの打線で、よ、あれ？ん？いない。あ、いたいたいた。で、2番に高野さん、田野倉さん、剣崎さん。西崎さん。で、坂巻さん、ファーストにして、川田さん、で、野々村さん、で、9番に行き過ぎた。田代さんね。はい、こんな感じでスタートです。先攻ですね、専用高校と。さあ、頑張りましょう。富士山いた。はい。さあ、先行ですね。1番石井さんからウェイボール。詰まっちゃいましたね。これは？ああ、フライになるのか。落とした。で、3番、田野倉さん。これは行ったか。ああ、行きましたね。よう打つなあ。あららら、どん詰まりでしたね。
ああ、ナイスヒットですね、センター前への。練習試合含めてね、ちょっとヒットがない坂巻さんなんですよね。これは大きいけど入る？ああ、センターフライか。惜しい。まあ、2点先制ですね。まあ、ちょっとね、ケースバイケースでね、ピッチャーの方は使っていきたいなと思います。おお、いきなり打たれた。さすが。田淵さんで2番がすごいかっこいい名字ですよね、風さん。もうお客さんの数が全然違う。いい感じですね。ファーストがいない。これはゲッツーか。おお、オッケーオッケー。ただツーアウト三塁ですね。ヒット1本で同点で4番の山田さん。これはファール。これで追い込んだ。オッケーオッケー。よかった。2回はピッチャーの川田さんからですね。お、ナイスヒット。これはセンターフライ。いや、大きい大きいよ。あはは、前か。あ、落とした。ノーアウト一塁二塁で9番の俊足田代さん。
要な牽制球ですね。おう、これは取られるパターンか。落とせ。残念。はい、トップバッター石さん。おー、いった。これは宇宙か。あ、しかも入った。あー、すごい。5点。で、田之倉さん。おー、これはセンターへのヒットですね。で、4番の剣崎さん。勝手に走った。おう、おー、すごい。ライト線への。で、西崎さん。これはフライか。残念。アウ。まあでもね、この回3点取ってもう早くも5点になりましたんで、ちょっとねお時間いいところまで来たんで、ちょっとピッチング2回の裏始まる前に終わらせていただきたいと思います。タイムね、タイムかかんない。はい、あ、かかりましたね。はい、では今回この辺にしたいと思います。栄冠は君に第12回目でした。試合の続きはまた次回ということで、いつも途中ですいません。またよろしくお願いします。ではさよなら。